白江隆造は、日本の建築家。埼玉県出身。白江建築研究所主催。日本建築学会会員。東京建築士会会員のほか、日本建築都市診断協会運営委員。日本設計時代、東京都多摩動物公園昆虫生態館で、1989年、第41回日本建築学会賞作品賞、受賞。日本システムウェア。 山梨 IT センターで、グッドデザイン賞、日経ニューオフィス賞、免震構造協会賞作品賞受賞。カカシ米国深谷工場オフィス棟で、日本建築家協会環境建築賞入賞。大田市立旧白賞学校で、ベルカ賞受賞。金沢駅東広場で、雑誌加護アソニーム、ミュージアムオブアーキー、石川景観大賞受賞。 カカシ米国深谷工場オフィス棟で2004年建築、設備デザイン賞入賞。2004年、立証幼稚園で、埼玉県鑑賞奨励賞を受賞。日本大学理工学部建築学科卒業、同大学大学院理工学研究科修士、家庭修了。株式会社、菅原建築事務所に勤務後、株式会社日本設計事務所に職託所属。 株式会社 SDC を経て、1987年に白井建築研究所を設立。1993年から1999年、日本大学理工学部非常勤講師。1995年に日本建築都市診断協会設立。1996年ドローイングプロジェクト赤と緑の比率開始。 1997年フンドサウナ目浴の原点と未来店実行委員。1998年から2003年、前橋工科大学非常勤講師。2000年、日本大学理工学部非常勤講師。2005年から前橋工科大学大学院非常勤講師就任。金沢駅東広場の鼓門元々はガラスや金属を用いて設計を進めていたが、 基本設計がほぼ終了した時期の報告会で木造や瓦屋根などの直接的に歴史性を感じさせるものが欲しいという強い要望が出され木造の門を作ることになった。東広場は江戸時代に城下町として形成された旧市街地と明治以後に形成された新しい市街地との境界に位置し新しい金沢と古い金沢の結界の意味が込められている。 また、少しずつ方向を変えて並ぶ、斜めの柱は、全体として、すべての方向の自信力に、合理的に抵抗できる形状で、背後にある、もてなしドームのアルミ合金やガラスとの素材感の、対比もデザインの重要な要素となっている。石川県の伝統芸能、加賀豊省の鼓がモチーフとなっている。ありがとうございます。